いということでね、あのリミちゃんを呼びました。ちょっと、怖くない？ん？悪、そんなに度胸があるんだね、リミ。じゃあリミ、ん？これプレゼントだから、私からリミ子、あ、やったね。ナイスクラップっていうね、お店とソッチイングってお店で買った。ありがとう。お待たせしまして、開けてみる。まず一着目、うん、やら、かわいいでしょ。緑でしょ、ピピっぽい、うん、でしょ。緑かわいいでしょ。かわいい、うん、ね、私も着たいぐらい。次、じゃん、かわいい、なんかリミっぽいなと思って。リミっぽい、シンプル。リミはね、ほんと3着目、案外着るものが限られるんだよね。そうそう、ほらこれもリミっぽくない？リミっぽい、長袖こんなの持ってたよね、きっとね。そうね、後ろ、あ、そうだね、いいじゃん、シンプルで。リミがそうだな、ね、すごい、まだ入ってる、すごいね。これもリミ、おー、リミ、黒大定番。これを4着、イングで4着。そうそう、すごいね。ナイスクラップで1着買ってきました。全部で5着、すごいね、すごい量。お、ナイスクラップはなんか袋に入ってる。かわいい。前がね、前はこうなんだ、ね、胸元にね、うんうん、かわいい。後ろは、後ろなんだよね。あー、かわいい、牛、すごい、バックプリント、もう超かわいいでしょ、うん、前のね、うん、プリントと迷ったんだけど、これはお家で着ても良さそうだね。だいぶゆったりゆったりサイズだからね、ね、お家で部屋着とかでもいいかもしれないね。お出かけに着、お出かけに着る。学校は？意味だと長袖になっちゃう気がある。あ、そうだ、ね。長袖まではいかないけど、だいぶちょっと大きめではあるよね。はい、この5着でした。すごいね、上だけ5着だよ。かわいい。よかったね。下は、さすがにね、ちょっとあの試着なしで買うのはちょっと難しい。リミちゃん、だいたいこういうワイドパンツ的なのが好むから、そうなの、ちょっとね、丈がね、そう、丈が微妙でね、大人用とか買っちゃうと必ず引いちゃうし、だから試着できないしね。そうそう、そうそう、ということで上だけになりました。5着買いました。あ、リミちゃんおめでとう。ありがとう。リミちゃん、どうして今年はさ、洋服だったの？欲しいもの聞いたら洋服って言ってたじゃん。なんかね、うん、あ、なんかね、うん、前の服がね、うん、好みじゃなかった。前の服が好みじゃなかったってどういうこと？去年とかの、うん、去年の服が、あ、好みじゃないっていうか、多分背が短くなってたんだろうね。からさ、ダボダボちょっと好きになる、うん、2年生も好きだったけど、うん、だからね、うん、ああ、うん、いい洋服がなかったんだ。成長して丈が短くなっちゃって、ダボって服がなくなっちゃったってことだよ。そういうこと？ダボダボの服ね、うん、最近いっぱい着すぎてね。そっか、ないから少なかったね、夏はね。そっか、なら良かったです、本当に喜んでもらったら。はい、まあ、5着ですけど、まあ、しほちゃんからのプレゼントですごい多いじゃんと思うかもしれないんですけど、これアウトレットで買ったので1着が1000円ちょっととかなんですよ。そうなんです。なのでこれだけで、しかもなんか2枚目買うとさらに 30% オフ。 30% だったっけ、 10% だっけ、とりあえずなんか安くて、まあ、これぐらい買っても5000円ぐらいなので、そうなんですよ、安いんで、皆さんそんなしほちゃんがお金かけたんじゃないかって思われる方はいると思うんですけど、まありみちゃんがしほちゃんにプレゼントした金額と同じぐらいにちゃんとしてあるんでね、安い洋服を5着買いました。はい、っていうかもうね、 T シャツがアウトレットね、安い、もともと安いよね、もうみんな安い、またね、そう、2着3着だと、そう、もうさらに20%オフとかで、ね、やっぱりアウトレットは安いね。久々にまたアウトレット行ったけど、見てリボン、あ、これはね、あのヨギボーちゃんのリボンですね。はい、いいでしょ、上手でしょ、気に入ったの、それ上手でしょ、上手じゃん、自分で結んだの、そう、はい、
い、じゃあリミちゃんプレゼント、あともう一個あった。え、あともう一個はウームさんからいただきました。なんだろうね、楽しみじゃない、ね、じゃあこれはまたね別の動画で開封します。はい、ということでね、今日はショーからリミの誕生日プレゼントを、はいはい、紹介しましたね。紹介しましたというか、あげてみました。はい、まあ、喜んでくれたということで良かったです。よかったです。はい、よかったよ。それではバイバーイ。グッバイグッバイ。